世の中の一番いいものを作ろうというね、気持ち、そういう精神で自動車作ってましたけどね。昔の経験をね、残していくっていうのは実際はひどく難しくてね、技術の伝承っていうかな、それを非常に考えてね、発展してくれればとてもいいと思いますね。皆さんの力を結集してですね、頑張っていきます。スピリットを世の中にと、この貴重な車たちの姿とか性能、これを取り戻すことで先人たちの知恵とか苦労を学ぼう、そこから見える未来、これを掴み取ってやろうじゃないですか。電気自動車ってすごいよねっていうことを、なんかいろんな形で我々がこう発信できれば、歴代のちょっとこう一緒にここを走らせたいなという今思いがあります。若い人のこの熱意と努力ね、感激しましたね。本当に偉いと思った。素晴らしい車だね。僕が思ってたより良かった。これとってもいい車だった。これを仕上げた若い人たちの努力ね、熱意、素晴らしいと思ったね。たくさんの仲間が集まって、いろんな部署が集まってます。必ず答えはどっかにあるはずなんで、仕事に生かしていただければというふうに。